と運命の2007年初戦。リスクを冒してでも前に出ることを宣言したマサト。危険を顧みず真っ向勝負を挑んでいたあの頃のように。相手の出方など関係ない。スパーリングではひたすら前に出てパンチを次々と打ち込む。そこには男の揺るぎなき覚悟が。最強のカリスマがついに復活へ。答えはリングで見せる。とマサト選手合わせてきました。軽量パスです。マサトはモデルチェンジを敢行。これが2007年のファイトスタイルだ。大会6日前、決戦直前のマサトを直撃した。昨年の反省を踏まえ、マサトはキックの強化に乗り出した。さらにマサトはキックを己の武器にするために新たな練習に着手し始めた。生まれ変わったカリスマはどんな戦いを見せるのか。言葉通り新人選手のようにがむしゃらに練習するマサト選手。それには理由が。昨年の世界トーナメント、マサト選手は最大の注目は何といってもマサト選手。結婚後初の試合で一体どんな戦いを見せるのか。しかしそんな男は今猛烈に日本人で唯一 K1 世界王者に君臨したカリスママサトか。敗北の怒りをミットにぶつける。そしてジムでは新たに取り入れた首相撲のトレーニングを反復。バランス感覚が養われ、相手に倒されないよう重心を安定させることでパワーの強化にもつながるという。栄光を再び我が手に。もはや男に恐れるも